なり合う遠き思い出、今も戻ることなく目をそらす君の温度はもう感じられないよ。永遠誓った幼い約束彼方へ、ひらり飛ばして消えるのかな。すれ違い それで話を戻すけど、5年前に主交代の儀式をしたでしょ。はい。あれって姫香と衆、京都雅だけでやったけどね。本来は元の持ち主である生と仁も必要な儀式なんだ。でも2人は重体、意識がない状態で、しかし刀は主不在だと力が弱くなるし、何より担当地区の異業払いに支障が出る。そこで儀式を急遽行うことにしたんだ。本来はってことは、俺たちみたいにきちんと儀式を行っていないと何か支障があったりするんですか？うん、中途半端な状態だから刀の方の力が少し制限されてる。え、そうだったのか。はい、しかし普段の任務に支障はなかったので。大きい異業もなかったしな。でもこれから目時と戦うことになる。体勢は万全の方がいい。生は目が覚めないから今日はこのままだけど。大丈夫です。雅だけでも正式に主交代の儀式やってしまおうと思って。そのために父さんは？あとは頼み事の成果を聞くためかな。頼み事？そっちはまた後で教えるよ。で、儀式をする前に聞きたいんだけど、君たちの答えは決まったのかな？あ、刀を続けるかですか？そう、せかすようで悪いけどあまり時間はないからね。あの、父さんはどこまで知ってるんですか？全部話したよ。そうですか。俺はもう主じゃないからな。お前たちが決めたことならそれでいい。ありがとうございます、仁様。もう様付けもやめてもらいたいんだけどな。ではお父様とお呼びすればよいですか？それも変な感じだけどな。5年前まではずっと一緒にいたから。でもそうだな、もう雅も娘のようなもんかもしれないな。娘ですか？年は随分上だけど。そうですね。シロ様、私の答えは決まりました。俺も決めました。うん、それじゃあ結論を。私はこのまま刀でありたいと望みます。雅、これは昔のことや役目を考えての結論ではありません。シュウ様におっしゃっていただいたように自分の考えで決めました。解放ではなくて良いと。はい、解放されて消える可能性があるのなら私は今のままが幸せです。私は衆様の刀でありたいです。え、ずっとくるみ家を見てきて私にも愛着はありますし、見届けたいとも思うのです。そして何より衆様と離れたくないのです。雅、はい。いや、なんかその言い方は、第一、衆様は私がいないと朝起きられないのです。テスト前なのにお勉強だってサボりますし、心配で仕方ありません。ああ、うん、そうだな。私は、今の生活も、
周りの方たちも大好きです。手放したくありません。そう、シュウはそれでいいの？はい、ミヤビが決めたことなら。わかった。今日は？俺もこのままで。無理してない？してねえよ。ずっと姫に恨まれてると思ってたからさ。それなら一層離れられるように解放でもされちまえって思ってたけど、でも本音聞けたし、大好きだって言ってもらえたし。あれは言ったけど蒸し返さないで。二人ともこのままでいいんだね。はい。はい。よかったよ。現段階で解放だと消えるリスクがある。僕としてもそれは避けたかったからね。それにとりあえずはジンの仕事が無駄にならずに済んだみたいだ。父さんの？さっき言ってた頼み事っていう？ジンにはね、刀について調べてもらってたんだ。それこそ安全な解放の方法だ。安全な？今の段階では僕の術とメトキが作った刀が複雑に絡み合った状態で京やミヤビンの姿になっている。これを無理に剥がそうとするから消えてしまう。じゃあ父さんが調べていたのはメトキの刀ってことですか？そう、かなり昔のことだから調べるのは大変なんだけど、ミヤビの元主で刀に詳しい陣に頼んだんだよ。まだ成果はないんだけど。すみません。いや、早くわかるとは思っていないからね。むしろ陣が何年かけても見つけられないかもしれないとさえ思ってるよ。そんなに？だからね、きちんと安全な解放方法が見つかって、その時に二人が望んだ時に行えればいいと思ってる。どのくらい先かわからないけど。私は当分解放される気はありませんから。でもなんで突然解放の方法なんか。5年前から探し始めたんですよね。主交代の儀式が中途半端になってしまったって言ったでしょ。その時にきちんと継承されないで刀が暴走するんじゃないかとか考える人もいてね。もともとこの刀自体に反対だったり避けている人もいることだしって解放方法を考えることにしたのさ。これはまだ秘密なんだけど。だから何も言わずに出て行ったのか。仕事とは言っただろ。そんな漠然と言われたってさ。なんだ、心配してくれたのか。何でもいいわ。みやび、シュウは反抗期なのか？久しぶりに会われたので、照れているのではないでしょうか。それと、メトキ司と一緒にいたナチと呼ばれたこの件だけど。何か分かったんですか？うん。メトキ関係者を探していたんだけど、ジンがちょうど見つけてくれてね。やるじゃん。さすがに5年かけて調べてたんだから、このくらいはな。若月那智、メトキがまだ刀作りだった頃に仕えてた家の一つで、今でも異業払いをやっている家系の長女だ。上に兄が二人、後継ぎはその兄のどちらからしく、那智はあまり表に出ていないらしいね。あれだけの術を使えるのに。ってことは若月家って相当すごい異業払い？いや、それがあまり有名ではないというか、昔のそれこそメトキに仕えていた頃はそれなりだったらしいんだけどね。今はさっぱり。なのに能力が高いナチじゃなくて兄が後継ぎ。代々続く家っていうのは掟も昔から変わらなかったりするんだよ。長男が家を継ぐとかね。能力が高くても女ってだけで外される。むしろ上の子よりできた下の子ってのはあまりいい扱いをされなかったな。今の異業払いは能力の高い子供が家を継ぐのがほとんどだけどね。それで目時についたってこと？何があったのか詳しいことはわからないけどね。正体が分かっただけでも前進かな。あとはどういう風に攻めてくるか。まずは雅の主交代の儀式をやって、そこから今後の対策を練ろう。はい、わかりました。よろしくお願いします。
儀式して何か変わったの？シラ様が言ってたように能力が上がったっていうか力が強くなったかな。俺は雅を刀にした状態の時くらいしかわかんねえけど。あとは術の威力が上がったとかですかね。へえ、やりにくくなったりは？特に不便はありませんね。調子も大丈夫なのか？はい、むしろ万全です。それは何より頼もしいな。でも怪我しないように。けど失敗もできない。はい、そこはシュウがしっかりしなさいよ。いや、分かってるって。一応そろそろ時間のはずだな。本当に来んのか？向こうを張ってた異形払いによればね。こっちに向かってるみたいだし。それにしては何も下準備してないように思いますが。そうだな、結界の気配もない。シロ様のぐらいか。もうシロ様も隠れないで全力ですからね。あっちも分かってるんだよな、おそらく。なのに来るなんて、よっぽど自信があるのか。それほど今日たちが欲しいんじゃない？ありがたいことで。あっちの出方がわからないから臨機応変にはなるけど、基本の作戦は変わらない。とりあえずどうにかしてシロ様が用意してる捕獲用結界がある位置にあいつらを入れること。そう簡単には入ってくれないだろうけどな。一、バレてるだろうし。それか俺らであいつらをとっ捕まえると。殺すなよ。わかってるよ、俺だって人殺しなんてしたくねえよ。気絶程度ですね。ただこっちが防衛で精一杯ですと、攻撃の際に力を加減する余裕がありません。多少傷つけてしまっても仕方ないわね。それは気にしないで。そこだけ聞くとこっちが悪役みたいだな。失礼ね。そろそろ来ます。気配もこっちへ一直線だ。二人一緒か？はい、他の気配は特にありません。予定通りで良さそうね。だな、やっぱ後ろに誰かいるとかじゃねえのかな。それはあいつらと捕まえてからゆっくり聞き出そうぜ。了解。これでここからは私たちだけね。下手な外野がいるよりいいだろう。シロ様の結界ですから心配ありません。けど嫌に素直に入ってきたなあいつら。と、待たせちゃったかい？ずいぶん余裕みたいね。まあね、ご丁寧に強力な結界まで張ってもらっちゃって、さすがシロ様だ。これじゃあしばらく出られないだろうね。二人とも一緒に入ってきちゃったみたいだけど、おとなしく捕まってくれるつもりかしら？まさか。君たちこそ僕と一緒に来てくれる気にはなった？お断りしますと言ったはずです。出会って間もない人間に黙ってついていくほど素直じゃないんでね。ああ、残念。で、力ずくで奪いに来るんだっけ？譲ってくれる気もないならそうなるね。もちろんない。なら仕方ない。どうするつもりだ？そっちは大して準備もしてねえみたいだけど。わざわざこっちまで来てくれたからね。シロ様の結界で僕を逃げられなくしたつもりみたいだけど、それは君らも同じ。ちょうどいい。負けるとは思ってないみたいな言い方だな。そっちの若月さんのことも十分調べさせてもらったわ。それでもそんなに自信ある？私の術はそんなに大層なものではありません。へえ、ナチのことまで調べたんだ。もちろんあなたのことも調べてある。そりゃ光栄だね。けど異業払いとしての力も経験も大して持ってないみたいね。そうだね。勝ち目はないでしょ。君は大事なことを忘れてる。大事なこと？僕は異業払いじゃない。刀作りに興味があるだけだ。刀で勝負するつもりか？そう、
僕の自信作。ふん。メトキが昔作った歴史ある刀と僕の刀で対決できる。楽しみだな。それがお前の目的なのか。解放と言っていたのは嘘か。嘘じゃないよ。そっちもちゃんと目的だから。僕はその日本を手に入れる。その前に少しくらい遊んでみたくてね。遊ぶって。けどお前は刀なんて持ってないだろ。まさか作ったのか。え、どういう。大正解。ナチ、いつでも。主、目時司の名において。え、何時の真の姿を解放する。はあ、ナチ、本当にそんなことできんのか。これはさあ始めようか。